キア編集部副編集長の木下理恵です。副編集長っていう仕事柄、みんなの原稿を読んだり打ち合わせしたりというのがメインなんですけれども、自分では表紙を迷子ではないんですが担当して、いろんな俳優さんであったりモデルさんの出ていただく、表紙に出ていただく方と撮影することが多いです。バッグはですね、ステラ・マッカートニーのやつです。で、私大荷物派なので、もうどかどかと中に入れられるとても大きなカゴバッグを使っています。 iPad ケースはレスポートサックでいただいたものです。本も好きなのでよく入っています。森見富彦さんがめちゃめちゃ好きなのでこれを今は入れています。お財布はサンローランの2つ折りです。これは昔リボンとマキアがコラボしたポーチの中にはコンセント充電のもろもろをこれにまとめています。一応ですね、経費で使うためのレシート入れっていうのも入れてます。携帯は2つ、会社用と自分用。自分のものはここに、有線でイヤホン入れている方が確実なので有線のイヤホンで、一応メイクチェックできるような鏡のケースにしています。ハンカチは手ぬぐいだとよく乾くので手ぬぐい系のものを持ち歩いています。ではポーチなんですけれども、嵐最後のライブのグッズポーチです。ハンドクリームはシャネルのですね、はい。コンパクトを入れてるんですけど、ディオールフォーエバースキングロートーンアップの、01番アプリコットで、ケースは限定のものみたいなのですが、そして、一応メイクアップベースが、カテゴリーとしてはそうみたいなんですけど、私は普段の直しにちょっとパウダーだと最近もうパサパサでカサカサで全然乗らないっていう感じなので、このツヤが出るベースをもう直してちょっと潤いも一緒に与えているような感じにしています。あと、サンローランのコンシーラー、結構ピタッと崩れにくいので今好きです。UV スティックですね。 UV どんどん日差しが強くなってきているので、やばいなと思ったところに塗り直したりしています。あとですね、自眉が本当にないのでアイブロウは絶対に持ち歩かないとならなくて、インウィでアイブロウパレットと、ペンシルも両方インウィが絶妙に描きやすいので2つ持っています。ブーは、ディオール、これもディオールですね、アディクトマキシマイザーなんですけれども、なんか以前マキア の, オンラインのイベントでギュテさんがこの12番っていうローズウッドっていうのがすごいなんか自分の唇をきれいに見せてくれる鉄板の自信を持てる色っていうのを言っておっしゃっていて、あ、そうなんだと思って、私も、その後リニューアルしたものではあるんですけど、この01にローズウッドっていう色がなんかとてもどのリップに重ねても唇をきれいに見せてくれるなと思ってこれを持っています。そして今日今塗っているのがランコムのラプソリュルージュインティマット220という新しいものなんですけれども、なんかこの絶妙な、シルキーマットの感じとベージュ感がすごい絶妙なので、すごく綺麗に見えるし素敵になんか全体が決まるなと思って最近よく使っています。で最後に大野真理子さんがやってらっしゃるベジホリックの青汁がものすごい飲みやすいし、水にものすごい溶けやすいんですね。なのでこれを毎日朝一本必ず飲んで、ちょっと辛いわっていう日は持ち歩いたものをお水に入れて飲んでいる感じです。で、これはですねヤーマンのヘアボリューマーというものでこうなってまして、こうやってボリュームを出す感じでも使えるんですけど、私は割と伸ばしたい感じなので中をデコピーピーとやっております。雨の日などには重宝してます。もう最近本当に花粉で喉がやられているので龍角散にお世話になっています。以上が私のバッグとポーチの中身でした。ありがとうございます。マキアオンラインエディターの佐藤亜希です。私は普段、インスタグラムを回したりですとか、オンラインの、記事を作ったりしています。バッグがアエタの、ショルダーバッグになります。中にすごく大きなポケットが入っていて、そこにドカドカと物を入れて使ってるんですけど、
肩にもかけやすくて、皮もとても柔らかくて使いやすくて気に入ってます。パソコンは、Apple のノートブックで、今まで一回り小さいのを使ってたんですけど、大きいのが出たというので、買ってみたんですけど、やっぱりちょっと持ち運びには重たいなと思っていて、次に買うのはまたちょっと小さいサイズに戻そうかなと思ってます。こっちがですね、これもアエタなんですけど、名刺入れです。カードケースですね、これはボナベンチュラのものです。 iPhone ですね。 iPhone は、このレッドプロダクトっていうチャリティーにつながるタイプのやつを、買い替えるたびに使ってます。待ち受けはうちの飼い猫のみつこちゃんです。で、あとはペンですね。フリクションの3色で切り替えられるタイプのやつ使ってます。これが、ポーチに入らないような大きいものを入れてるやつで、アデュートリステス の, お洋服買った時にいただいたノベルティです。レカルカのシャインミストなんですけど、メイク直しの時とか水分補給で使ってるんですけど、これがもう素晴らしいミストの細かさで、顔がほんのり潤って全然濡れないっていう素晴らしいミストになってます。これ、ジル・スチュアートの、UV スプレーなんですけど、頭皮とか髪の毛とかの、日焼け止めに使っていて、でなんかこのシリーズが毎年春先になると限定の香りで出るので、毎年楽しみにしてて、これは今年のやつですね。ホワイトフローラルの香りです。フジコのコームなんですけど、なんかここにちょっとワックスのようなものがついていて、色っぽスティックって言うんですけど、私は本当にアホ毛がツンツン立ちやすいので、それを寝かせたい時にすごく重宝してます。これが大きいんですけど、USB で充電して使えるホットビューラーで、デスク脇とかに充電しながら置いといたりとかするのにもすごく使えます。これがですね、動画を最近撮るのが趣味なんですけど、キャノンの V10 っていう、デジカメですね。で、エアポーツですね、オリジナルでここに入れられるので、私猫が好きなので猫を3つ入れました。ちょっと汚くて恥ずかしいんですけど、手帳と、なんでもノートという感じですね。クリアファイル、私漫画がすごく好きなんですけど、これは、調布の鬼太郎茶屋で買ったゲゲゲの鬼太郎のクリアファイルで、これは、池野恋先生のときめきトゥナイト店で買ったクリアファイルで、これはなんかお寿司屋さんでもらった呪術廻戦のクリアファイルです。ルーペですね、拡大鏡。インスタの写真とかを撮るときに、コスメの品番とかが最近ちょっと読みづらくなってきちゃったので、拡大鏡を使って読むようにしています。これがですね、メイクポーチになります。私ちょっとせっかちな性格なもので、パッと見てパッと取り出しやすいみたいなものじゃないとちょっと使いこなせなくってですね、なのでこの無印良品のポーチをずっと使ってて、これも何枚目ですかね、5、6枚目ぐらいです。汚れたら買い替えるっていうスタイルでやっています。ハンドクリームはウカのハンドクリームです。もうハンドクリームは1年中使ってるんですけど、もう月に1本ベースぐらいで使っていて、今はウカを使ってる感じですね。指先とか爪のケアにはウカのネイルオイル715ですね。ウカのネイリストさんにもう乾きを感じたらすぐ塗るっていう風に教えてもらってからは、ちゃんと持ち歩いて塗るようにしています。ミラーなんですけど、拡大鏡も一つになっている、なんかトーンのノベルティでいただいたやつです。で、コンシーラーはこれローラメルシエの、ディオタイプのやつなんですけど、これすごく便利で、スティックタイプなんですけど、ちょっと若干こう
色 の, あの明度が違うようになっていて、あのぼかしもやりやすいし、あのカバーもしやすいっていうので、スマートで持ち歩きやすいっていうのもすごくいいなと思って使ってます。ネイルは3のやつを持ち歩いてるんですけど、その時に塗っているカラーを、持ち歩くようにしてます。で、リップクリームはスレティアの、UV タイプのですね、季節的に UV の方を使ってます。で、あのこれすごく持ち歩いてる人がエディターの中でも多いんですけど、フジコのファンデーションお直しパクト本当に優秀だなと思っていて、この指先にちょこんと入れるタイプのパフと、このちょっとコンシーラーとしても使えるようなこのファンデーションとっても便利です。イプサのデザイニングフェイスカラーパレット、これ定番でも人気のすごく有名なやつなんですけど、これはグリーンティーをテーマにした、限定のタイプになっていて、なんかこうクリアポーチに入れていても色も可愛いので今はこれ使っています。シェーディングとかハイライトとか欲しい機能が一つに入っています。で、あとバームですね、これオサジのセンシティブスキンプロテクトバームっていうやつなんですけど、なんかバームはなんか常にいつも一個持ち歩くようにしていて、ハンドクリーム忘れちゃったとか、なんかこうどっかかさつくっていう時のレスキューにも使えますし、アホ毛が立ってきちゃったみたいな時とか撫でたりとか、あとなんか子供と一緒に出かけたりした時に子供のケアとかにも使ったりと、もうバームは常に持ち歩いているようにしています。ラベローは今エクセルのペンシルを使ってて、なんかこうお直しとかにすごく便利な細いペン先で、何よりこのブラシですね、これが一緒になっているのでとても便利です。で、ここちょっと曲げてるのは永井香織さんがこういうブラシ類全部曲げて使ってるので真似してます。リップですね、リップは3つ入ってて、1つはディオールのリップマキシマイザーなんですけど、これはなんか唇が荒れてなんかもうどうしようもないみたいな時とか、ケア効果もあるので、なんか荒れた唇を一塗りでさっと素敵に見せてくれるっていうので、とても重宝してますね。で、リップは今ナーズ2つ持ってるんですけど、今日塗ってるのはこっちのペンシルのタイプの方を塗ってます。私唇の輪郭がすごくぼやけてるタイプなので、お出かけ先はなんかそのたくさん持つの面倒なので、これ一つで輪郭を取ってなんか塗りつぶすっていう感じのやつやってますね。これもまるでリップクリームのようにすごい潤いがあるタイプなので、これも唇が荒れちゃったりする時もさっと使えて便利です。で、私この NARS の888ドルチェビータっていうカラーがすごく好きで、実はこれどっちも同じ色です。以上が私のバッグとパウチの中身でした。マキアチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。マキア編集部の三浦と申します。マキアサロンという読者と、インフルエンサー向けのイベントの進行管理運営を担当しております。まずバッグが、ワンジーという、日本のブランドの、トートバッグです。パソコンケースが、これはフライングタイガーのパソコンケース15インチのものです。で、普通に、もう3代目4代目ぐらいで、年に 1,2 回買い替えてます。で、続いてこれが財布で、コムデギャロソンの、ミニ財布です。はい、これは、シンプルで意外と中身もたくさん入っていいなと思って自分で買いました。 iPhone、 こちらは、いろいろ好きなセレクトショップとかお店の、ステッカーを入れております。で、これがカマワヌという手ぬぐいブランド、僕が好きな手ぬぐいです。かなり大判でいろいろ便利に使ってます。続きまして大好きなブランドの、アスレティアの
スキンケアミストと、あと UV、ボディの UV になります。常にカバンの中に入れていて、ちょっとリフレッシュをしたい時とか乾燥したなと思う時にたくさんかけて使ってます。香りもすごく癒される香りで大好きです。こちらがですね、スキンケアプロテクション UV ボディミスト、外出にする時とかは首元とか、あと半袖の時は手元とかにプシュプシュかけて外出してます。このポーチがプエブコのポーチになります。これは香水とかガラス系のものとかサングラスとか、そのあたりを入れさせていただいてます。でサングラスが、ADSR というブランドになります。フラットな形が大好きで、こんな感じで外でかけてます。サン&ソイルのこちら香水なんですけれども、フィーリングフレグランスチェンジという香水です。でウッド系と甘い系がちょっと混ざったような香りで、すごく気に入っていて、たくさんつけてもそこまで強い香りがしないので、1ヶ月半ぐらいに1本ぐらい使ってるような香水になります。おすすめです。続いてこれがですね、ヘッドアクセのブランドポテテのヘアオイルになります。外出してる時とか仕事で外に出る時とかですね、ちょっとだけ手先につけて、この毛先を中心につけると束感とツヤ感が出るっていうのでおすすめです。こちらバテンという健康ドリンクになります。味も美味しいんですけれども、なんか元気になれる気がして、すごく気に入ってる商品です。友達へのプレゼントとかでもよく渡してます。これ大好きでしょっちゅう購入しているローソンのおしゃぶり昆布梅です。これは、ちょっと小腹が空いた時とか集中したい時とか眠い時とか、うまく活用して味わってます。あとこちらお伊勢さんの、お風呂用の塩なんですけれども、ちょっとなんかお守りっぽくていいことがありそうだなということで持ってます。とこれハリフトのローラーなんですけれども、こちらちょっとここの僕個人的に気になってる唾液腺、ここの筋が張って顔が大きく見えるっていう時がすごく気になるので、ここをゴリ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 気がついた時にやってます。続いてぼっちゃんという化粧品ブランドの、ノベルティのポーチです。友達にもらいました。このキーホルダーは大阪の山ストアというセレクトショップのものなんですけれども、これも友達のお土産です。この中はですね、まずすごく最近大好きなエスプリークの、ファンデーションなんですけれども、これ本当にパウダーファンデーション塗ったことない、特にメンズの方にはおすすめなんです。すごくカバー力もあるのに塗ってる感がなくてすごく気に入ってます。続いてこれがぼっちゃんのノベルティの鏡と、ハンドセラムですね。このハンドセラムに関してはジェルとクリームの間ぐらいでしっとりサラサラになるのが好きです。でこちらはエアポッツで、これがスパイファミリーのピルケースです。これは、マキアの付録でした。で中には AGA の薬とトラネキサム酸がたくさん入ってます。毎日飲んでます。イプサのスーパーマットコンシーラー、これももうずっと買い続けているものなんですけれども、鼻と T ゾーンに、塗って、その上にファンデーションを塗るっていう形なんですけれども、本当に毛穴も隠れるしサラサラするし、かつ、乾燥しすぎないっていうのでおすすめです。こちらが、N オーガニックのデイケアモイスト UV クリーム、これも最近出たばっかりでもうすごく気に入ってるんですけれども、ちょっとだけトーンアップするんですけれども、これも塗ってる感が出ない UV 効果もあるっていうのでおすすめです。続いてこちらアンミックスのアイブローライナー01ですね。これも去年発売されてからもう何本もリフィルを買ってるんですけれども、自然な眉に仕上がるし、濃く印象的な眉にも仕上がるし、一度試していただけたらなと思うぐらいおすすめです。で続いてシンクの、こちらがシンク
レディーミーコンシーラー01です。このコンシーラーもですねすごく良くて、ちょっと私の肌には明るいかなと思うんですけれども、ちょこちょこっとてんてんてんちょんちょんちょんと塗ってなじませるだけで、シミ、そばかすっていうのが、パッと消えるようなものになります。これも大好きなブランドで、ラカの、ソウルビーガンリップバーム、こちらがクリアとロージーです。普段はクリアを塗っていて、ちょっとあの人に会う時とか、外出する時とか、プライベートで遊ぶ時とか、は、ロージーを使ってます。今も塗ってるんですけれども、ちょっと結構、エンジっぽい色なんですけれども、塗るとかなり自然に顔色が良くなるような、唇に仕上がるっていうもので、メンズにもおすすめです。以上が僕のバッグとポーチの中身でした。